やりたい流れはできなかったなって感じはしますけど、でも楽しかったっすね。坊主にしちゃってそれがショックで切り替えろって先輩が言ってくれるじゃん、はい、切り替えろってことはやっぱダメだったリンタロウさんですよいやあんま相方なんであれですけど、リンタロウさんですよね。最初から分かってたことでもありますし、僕としては恥ずかしいよいや国崎さん、あ国崎さん、うん、そうやばかったね。やっぱり一番やばいっすわ改めて怖がってたもんね、はい、その国崎さんのやるボケに本気で怖がっちゃって喋れなくなったっていうシーンはありましたね、うん、りんたろーさんそれもショックだった。怖かったですよ、うん、自由だなっていうのはありましたね逆に、うん、意外と何やっても正解になる可能性がある場所じゃないですか。でそれがお笑い的にはすごい楽しい現場だなって思いましたね。体験型やりたいなと思いました。お客さん体験型ドキュメンタリーみたいな、ね、いや俺はもうタレント、これ始まる前なのよりんたろーさんこれから見る人が不安そうなねえ、これ大丈夫って、あでも怖いもの見たさで見るか、すごい楽しい、怖いもの見たさで見るか、見るねこれは、うん、これは見るわ。取扱説明書が多分実は今まで EXIT ってなかったんですよ。やっぱいろんな真面目なこと言ったりちょっとふざけてたりチャラ男になったり、そういろんな EXIT があったんですけど、今日の見てもらえたら、あこういう風にするんだっていうのは分かってくれるんじゃないかなって思いました。はい、見ないでくださいあの間違いなく楽しめると思いますんで、よろたのです。